マラータ王国、英語、ミラータエンパイアは、インド、デカン地方に存在したヒンドゥ王朝。首都は、ラーイガド、シェンジ、サーターラー。マラータ同盟の中心となった国家でもある。なお、しばしば、マラータ王国は、マラータ同盟と、同一視されることもあるが、ここでは王国のみに関して説明している。 中世のデカン地方に没降した信仰カースト、マラーターは、17世紀後半に卓越した指導者、シバージーに引き入られて、諸勢力と戦い、1674年にマラーター王を戦士、マラーター王国を創始した。その後、1680年にシバージーが死亡すると、サンバージーが王位を継承したが、ムガル帝国のアウラングゼーブの軍勢に押されて、 不利となったが、王国はその没年までに勢力を回復した。1708年、マラーター同盟が結成された後、王国の実権を握った3人の最小バーラージー、ビシュバナーとバージーラーオ、バーラージーバージーラーオの元王国を中心に、勢力を広げた。1761年に、第三次パーニーパットの戦いで、同盟軍がアフガン軍に敗北すると、 王国最小を中心とした、同盟の体制は崩れた。マラーター王国は、その後、マーダブラーオの下で、ニザーム王国やマイソール王国をとの争いにも、負けずに勢力を回復した。だが、最小位をめぐる争いから、最小の権力はカシ信へと移った。1818 18年、イギリスとの3次にわたるマラーター戦争の結果、マラーター王国は、 サーターラー藩王国として存続を許されたものの1848年の藩王シャハージーの死をもって廃絶された。シバージーシバージー時代の金貨マラーターは中世に没交した信仰カーストでありバフマニチョやその後に分裂したデカンスルターナッサの元で傭兵として活躍した。またマラーターの豪族は豪室つまり行政官として 格王朝に認められ、その領土は、報道として与えられた。17世紀初頭、ムガル帝国が、デカンスルターン朝の一つ、アフマドナガル王国の領土に侵入するさなか、1627年に、マラーター王国のソタルシバージーは、プネの豪主シ,シャハージーの息子として誕生した。1633年6月には、ムガル帝国は、王国の首都、 ダウラとアバードを落としたが、シャハージーは、要王、ムルタザー・ニザー・ムシャー三世を要して、抵抗を続けた。しかし、その抵抗も虚しく、1636年2月に、シャハージーは、ムガル帝国の軍に敗れ、ムルタザー・ニザー・ムシャー三世を引き渡した。その後、シャハージーは、アフマドニャガル王国を支援していた、ビジャプル王国へと亡命し、プネーとその近郊、 マーバルに領土を与えられ、首都ビジャープルの宮廷に出資することとなった。そのため、シバージーは、幼少期、母のジジャーバーイに養育されて育つこととなった。成長したシバージーは、多くの仲間を集め、1645年以降から、王国に公然と反抗するようになり、1659年までに、根幹地方一帯を、ほぼ制圧した。同年、 ビジャープル王国は大軍を派兵したが、11月に、討伐軍の首相をアフザル、ハーンはじめとして、多くの死者を出して敗退した。1657年以降、シバジーは、ムガル帝国に目をつけ、高位継承戦争に乗じてその領土を襲撃した。1658年に、アウラングゼーブが、帝位についた後も襲撃をかけ続け、 帝国が派遣したシャアイスタハーンをことごとく打ち破り、帝国の重要都市スーラトを略奪した。1664年、事態を重く見たアウラングゼーブは、帝国の武将でありアンベール王国の君主ジャイシングを、シバジーの討伐に向かわせた。ジャイシングは次々と、マラーター側の城塞を奪い、1665年6月に、シバジーは、帝国有利の条件で講和を結んだ。 1666年5月、シバージーは、息子サンバージーと共に、アウラングゼーブに、アーグラで面会したが、折り合いがつかず、遊兵されてしまった。だが、彼らは、上兵の油断した隙をついて、脱出、本拠、ラーイガドへと帰還した。その後、両国の関係はおむね平和であったが、アウラングゼーブが、ヒンドゥー教の弾圧を強めたため、シバージーは、 フランダル条約を事実上破棄した。1670年1月以降、シバージーは帝国領へと襲撃をかけ、10月にスーラ島を再び略奪し、その領土を徐々に回復していった。そして、1674年6月にシバージーは、ラーイガド城において即意識を行い、大勢のバラモンを集め、マラータン王国の樹立を宣言した。 デカン地方は14世紀初頭に、デリー・スルターン・朝サの支配に置かれた後、バフマニー朝やデカン・スルターン・朝サの支配に置かれており、ヒンドゥー王朝が樹立されたのは実に3世紀ぶりだった。その後、1678年にシュバージーは、弟のビアンコージーが建国した、タンジャーブール・マラータン王国へ都軍を進め、ビアンコージーと争って、その領土を実質的に支配した。 サンバージー1680年4月3日、王国の創始者シバージーは死亡し、死後における混乱の後、息子のサンバージーが王位を継承した。一方、1681年7月、シバージーの死を後期と見たアウラングゼーブは、マラーター王国との戦争を開始するため退去南下し、1682年には、アウランガーバードの軍営に入った。 だが、マラーターとの戦いはなかなか決着がつかず、アウラングゼーブはわずか名脈を保っていた、周辺国へと標的を変えた。ムガル帝国は包囲戦の末、1686年にビジャープル王国を、1687年にゴール、コンダ王国を滅ぼした。アウラングゼーブがビジャープル王国やゴールコンダ王国と戦っている、アイバ、サンバージーは、 南インドのマイソール王国と戦っていた。だが、結果的にその君主、筑化で言えばラージャは、ムガル帝国に援軍を求め、両者を結びつかせてしまった。そして、1689年2月、アウラングゼーブは、サンバージーをサンガメンシュワルで捕らえることに成功した。サンバージーは拷問の末、3月に処刑された。サンバージーの死により、 危機に陥ったマラータ王国はその弟、ラージャラームを要し、ラーイガドを捨てて、南方のシェンジへと逃げた。その後、ラーイガドは帝国軍により陥落させられ、サンバージーの息子シャーフーが捕虜となった。その後、帝国軍は、ラージャラームの牢上するシェンジを包囲し、マラータ王国は、現地のタンジャーブールマラータ王国やマドゥライナーヤカ、アサの協力も得て、 これに対抗した。一方、牢場に参加しなかったマラーター少将は、デカン地方において、帝国軍と戦い続けた。1698年1月、帝国軍は、戦時を落とし、8年近くにわたる包囲戦を、終結させた。だが、逃げることに成功したラージャーラームは、デカンへと戻り、サーターラーをオートとした。しかし、アウラングゼイブもまた、 マラーターとの徹底抗戦の構えを見せ、1699年12月に、彼は、サーターラーを包囲し、1700年4月に陥落させた。この間、3月に、シンハガドに逃れていたラージャーラームは死去した。ラージャーラームの死後、その息子シバージー2世が王位を継承し、その母であるラージャーラームのヒターラーバーイーが殺傷となった。彼女は、 優れた手腕を発揮し、ムダル帝国領のマールは、ハーンデーシュ、グジャラート、ハイダラーバードを襲撃し始めた。アウラングゼーブはこれに疲弊し、シャーフを擁立して、マラーターとの和議を結ぼうとしたが、実を結ぶことはなかった。マラーター王国の甲冑シャーフ1707年3月、皇帝アウラングゼーブは死亡し、5月に帝国軍がデカン地方から撤退した。 シャーフーはこれにより解放され、マラーター王位を主張し、サーターラーへと向かった。シバージー2世の母ターラーバーイーはこれに反対し、同年10月に、両者の間で軽度の戦いが勃発し、シャーフーがこれに勝利した。1708年1月、シャーフーは、マラーター王として即位し、同時に、シバージー2世は、敗位された。なお、この年が、 マラーター王国を中心としたマラーター同盟の成立年とする場合があるが、同盟が形成されるのはもう少し後の話である。1713年、シャーフーの即位に尽力した側近のバラモン・バーラージー、ビシュバナートが王国の最小となった。バーラージーは、アウラングゼーンの死後に衰退したムガル帝国に目をつけた。 1718年7月、バーラージー・ビシュバナートとデカン地方の総督、フサインアリーハーンは、ムガルマラーター間で次のような協定を結んだ。協定は、マラーターの側に、デカン六州の、チャウタとサルデーシュムキーの徴収権を与え、その代わりに、デカンにおける反乱に歯止めをかけることが条件とされた。1719年2月、バーラージーは、デリーで、 サイド兄弟が皇帝、ファルフシアルを廃位し、新たな皇帝、ラフィー・ウッダラジャートを擁立するのに加担した。この時、彼は、新たな皇帝から、先の皇帝の認可を受けるとともに、弱体化した帝国を見て、北、インドを侵略しようと考えるようになった。シャニワールワダ。マラータ王国最小の居城バージーラーを年月日。 バーラージー死亡し、息子のバージーラーオが最小位を継いだ。その世襲は、マラーターオ、シャーフーに認められたものであり、最小位は以後この家系が独占することとなった。1724年、ムガル帝国の最小ミールカマルディーンハーンが、デカンで独立し、ニザーム王国を樹立すると、マラータン王国との対立が始まった。というのも、 ニザーム王国もデカン六州に対する権利を帝国から与えられていたからであるた。1727年、バージー・ラーオは南インドのカルナータカ地方に遠征を行い、3月にマイソウル王国の首都シュリーランガパトナを包囲した。そのさなか、ニザーム王国がバージー・ラーオと敵対するマラーター諸将と共にマラータン王国攻め入り、バージー・ラーオはすぐさま引き返した。 1728年2月、マラーター王国は、ニザーム王国の軍にプネー及びその周辺の地域を占領され、シャーフーは、プランダル城へ避難を余儀なくされたが、遠征から戻ってきたバージーラーオはそれを破った。同年3月6日、マラーターは、ニザームに、デカンにおけるチャウタとサルデーシュムキーを認めさせた。ニザーム王国との戦いの後、バージーラーオは、 ムガル帝国の領土に対して長期の遠征を行い、その軍勢はマールワー、グジャラート、ブンデールカンドを席巻した。そして1737年3月にはデリーでムガル帝国軍を打ち破り、同年12月にはボーパールでその援軍たる諸国の軍勢を破った。こうしてバージーラーオの最小在任期間、 マラータン王国は広大な半島を領するようになりその一方で随行した武将であるマラータン諸侯に征服地を領有させ諸侯が王国最小に忠誠と功能を誓い最小がその領土の権益を認める形を取ったこれにより北インドにはシンディアやマールワーにはホールカルケグジャラートにはガーイクワード家がそれぞれ統治を許された後に この統治形態を見たイギリス人は、これをマラーター同盟と呼び、その呼び名が定着した。とはいえ、バージー・ラーは、知世20年の間にマラーター王権を名目化し、王国最小が事実上の王となり、王国最小が同盟の名手を兼ねる、マラーター同盟を確立させることに成功している。また、1731年から1732年に、 かけて、バージー・ラーオは、プネーに、巨大な最小の宮殿である、シャニワール・ワーダーを建設し、プネーに、独自の勢力基盤を持った。バーラージー・バージー・ラーオ1740年4月、バージー・ラーオが死亡し、その、息子バーラージー・バージー・ラーオが最小位を継承した。この世襲もまた、シャーフーに認められたものであった。同年12月から、バーラージー・バージー・ラーオは、 船を去り、デリーに向けて遠征し、帝国の首都デリー近くのアーグラ周辺に陣を張り、1741年7月14日に皇帝ムハンマド・シャーに、この領有を認めさせた。1749年12月15日、マラーター王、シャーフが死亡した。彼は死に際して、最小に全権を委ねる遺言を残しており、この時点で、バーラージーは、 王国の全権を掌握した。シャーフは死に際して男子がおらず、マラーター王国では、シバジー2世の息子ラージャーラーム2世が即位した。だが、ラージャーラーム2世と対立した、ターラーバーイーが、ラージャーラーム2世は、自身の孫ではないと言い出したため、マラーター王国では、混乱が起きた。そのため、バーラージーは、この混乱を避けるため、1750年に、 王国の行政府をサーターラーからプネーに移し、王国の実権をも掌握した。かくして、バーラージーは、すべての権限を握り、統治機構の公式の長として君臨し、事実上の国家元首となった。また、バーラージーの最小在任機関、マラーターの軍勢は、北はラージャスターン地方、南はカルナータカ地方、東はベンガル地方にまで進撃し、 その領土は四方に広がって最大となり、北はデリーから南はトゥンガバドラー側までの広大な半島を有していた。彼は父親のように征服事業を推し進め、マラーターの権力をインドにおいて頂点に押し上げ、全土を接見してその支配を確固たるものにした。第三次パーニーパとの戦いだが、北進するマラーター同盟は南下するアフガニスタンの ドゥルラーニー・アサと衝突した。アフガン勢力は南方からムガル帝国の領土へ頻繁に侵入し、1757年1月にアフマド・シャー・ドゥルラーニーがデリーを一時占領するなど、北進するマラーターと南下するアフガン勢力の衝突は避けがたいものとなった。バーラージー・バージー・ラーオはこの方を聞くと、すぐに弟のラグナート・ラーオをデリーに送った。だが、 同年8月11日に彼がデリーの戦いでアフガン勢力を破った時にはアフマドシャー・ドゥルラーニーはすでに退却していた。1758年3月、ラグナート・ラーオはパンジャーブのラホールへと兵を進め、1758年5月、ペシャーワルの戦いでドゥルラーニー長勢力を破り、パンジャーブ一帯を占領した後、ラグナート・ラーオは ラホールからプネーへと帰還した。マラーター王国の反トは、さらなる拡大を見せた。だが、1759年10月、アフマド・シャードゥ・ラーニーがラホールから、マラーター勢力を追い出し、1760年1月に、デリー近郊で、ダッタージー・ラーオ・シンディアを破って、そのままデリーに入場した。これに対し、バーラージー・バージー・ラーオは、 長子ビシュバースラーオといとこサダーシブラーオバーウを指揮官とする軍勢をデリーに送り、ホールカルケやシンリア家の軍勢も加わって大軍となった。1761年1月14日にマラーター軍はアフガン軍とパーニーパとの地で戦い、大敗して数万人の犠牲者を出し、ビシュバースラーオやサダーシブラーオバーウら指揮官も大勢死亡した。 マーダブラーオ像6月、最小バーラージーは、失意の中で死亡し、息子のマーダブラーオが最小位を継いだ。だが、パーニーパとの敗戦の結果、諸公の独立性は強まり、マラータ王国の最小を中心とする体制は、崩れた。問題はそれだけでなく、マラータ王国を取り巻く、ニザーム王国やマイソール王国が、その衰退を見て、 勢力を拡大しようとするようになった。ニザーム王国は、マーダブラーオとその王子ラグナーとラーオの争いに目をつけ、後者に味方する形で介入、マラータン王国の弱体化を狙った。1763年8月、マーダブラーオは、アウランガーバード付近、ラークシャスブバーンで、ニザーム王国の軍勢を破り、百二十万ルピーの地を活上させた。一方、 マイソール王国では、パーニーパとの敗戦の結果、マラーター王国の勢力が、本国に引き返したため、ムスリム軍人のハイダルアリーが権力を握った。彼は、周辺諸国を侵略し、南インドの制圧に乗り出し、マラーター王国の領土に侵入して対立するようになった。そのため、1764年から1767年にかけて、マーダブラー王は、 マイソール王国へ二度遠征を行った。この二度にわたる遠征により、マイソール王国の勢力拡大に一応の歯止めをかけることができた。1769年末以降、マーダ・ブラーオは、デリーに向けて5万人の兵を持って向かい、この遠征には、シンディア家の当主マハーダージー・シンディアも途中から、加わった。約1年間を通して行われたこの遠征で、 北インド一帯のアフガン勢力に攻撃が行われ、その制圧に成功した。マーダブラーオ・ナーラーヤンと、ナーナーファドナビスだが、1770年12月、マーダブラーオは、マイソウル王国へ遠征中に、結核の症状が悪化、1772年6月には、講和条約を結んで撤退させ、同年11月28日に死亡した。 彼の死は王国に新たな災いを呼び込んだ。マーダブ・ラーオの死により、弟のナーラーヤン・ラーオが最小位を継ぎ、ラグナート・ラーオがその補佐となった。だが、ラグナート・ラーオは最小位への野望を抱いており、ナーラーヤン・ラーオと次第に対立するようになり、1773年8月に暗殺されてしまった。その後、ラグナート・ラーオは最小となったが、 翌1774年4月に、ナーラーヤン・ラーオの息子マーダブ・ラーオ・ナーラーヤンが生まれると、財務大臣のナーナー・ファドナビースにその地位を追われ、マーダブ・ラーオが新たな最小となった。しかし、諦めきれないラグナート・ラーオは、最小位を奪還するため、1775年3月に、イギリスとスーラト条約を締結し、マーダブ・ラーオを要するナーナー・ファドナビースに、対抗しようとした。 これが第一次マラーター戦争と呼ばれる、長い戦いである。第一次マラーター戦争は、マラーター諸侯マハーダージー・シンディアラの活躍により、マーダブ・ラオ側の方が優勢であった。だが、一時ラグナート・ラオの側が優勢になることがあり、不利になったナーナー・ファドナビースは1780年2月に、マイソウル王国のハイダル・アリーと同盟を結んだ。5月、 ハイダル・アリーはこの迷惑に従い、イギリスのマドナスを目指して進軍し、第二次マイソール戦争が勃発した。1781年に入ると、イギリス軍とマンハーダージー・シンディアの軍勢との争いは、こ着状態になった。イギリス軍は、マラーター軍の野獣や、物資供給の補給路が脅かされるなど、次第に疲弊していった。 同年7月1日、マハーダージー・シンディアのマラーターの軍勢は、イギリス軍に決定的な勝利を収めた。また、それと、同時期に、イギリスが行っていた、根幹地方の侵略も敗北に終わった。ベンガル総督のウォーレン・ヘスティングズは、ミュール大佐を派遣し、マハーダージー・シンディアとの和平交渉を行うように、命じた。こうして、 1782年5月17日に、イギリスと、マファーダージーとの間で去る、媒条約が締結され、講和により、イギリスは、マーダブラーオ・ナーラヤンを最小と認めること、ラグナー・トラーオに年金をあてがうこと、サルセットとバルーチ以外の戦争で獲得した領土を、すべて、マラーターに返還することが定められた。これにより、第一次マラーター戦争は、 マラーター側の勝利に終わったが、ハイダル、アリーとの迷約に違反するものであり、両国の関係は再び悪化した。1785年3月、ハイダル・アリーの後継者、ティプー・スルターンは、マラーター王国の領土に攻め入り、戦争が勃発した。マラーター王国は、マイソール軍の攻撃に苦慮し、ニザーム王国と同盟を組み、これに対処した。 1786年6月、マラーター王国軍がガジェーン・ドラガドの戦いで、マイソウル軍に対象すると、1787年2月14日に、ティプー・スルターンと、ナーナー・ファドナビスとの間では僕が成立し、ガジェーン・ドラガド条約が結ばれた。それでも、ナーナー・ファドナビスは、マイソウル王国の脅威を恐れ、ニザーム王国ともに警戒に当たり続けた。 1789年12月、マイソウル王国とイギリスとの間に、第三次マイソウル戦争が勃発すると、6月には、イギリスとニザーム王国と同盟が結成された。1792年3月に、マイソウル王国との間に講和条約、シュリーランガパトナ条約が結ばれると、マイソウル王国の領土東北部を割上された。 その後、第三次マイソール戦争で、協力関係にあった、ニザーム王国と不和となり、1795年3月11日に、マラーター王国は、ニザーム王国を、カルダーの戦いで破った。マラーター王国は、講和条約により、ダウラターバード、アウランガーバード、アフマドナガル、ショーラープルなどの地を、割上、3000万ルピーという多額の賠償金を、 支払いを受けた。一方、北、インドに勢力を張っていたシンディア家の当主マハーダージー、シンディアは、自国の近代化を進め、1784年12月には、ムガル帝国の摂政と、軍総司令官となっていた。1790年9月9日、ムガル帝国の皇帝シャー,アーラム2世に自分を、北、インドにおける王国最小の代理であることに認めさせ、 最初、マーダブラーオ・ナーライヤンを皇帝代理人に任じさせた。バセーン条約にサインするバージー・ラーオ・ニセイ・マラーター諸侯は、マーダブラーオ・ナーライヤンを要するナーナー・ファドナビスを同盟の事実上の名手とみなし、緩やかな連携を組んでいたが、1795年10月末に、最初、マーダブラーオが突如として自ら命を絶った。彼は、 ナーナーファドナビースの戦王に耐えきれなくなったのだゲンと割れている。マーダブ・ラーオの自殺により、マラーター諸公は最小位をめぐって争ったが、1796年12月4日に、ラグナート・ラーオの息子バージー・ラーオ2世が、ナーナーファドナビースの指示により、王国の最小となった。だが、彼の統治は名目上のもので、ナーナーファドナビースが、 実際の統治に当たっていた。この間、1799年に第4次、マイソール戦争が行われ、さらに北部の領土を得た。1800年4月にナーナーファドナビースが死ぬと、バージーラーオ2世と、マラーター諸公との関係が著しく悪くなった翌1801年4月、バージーラーオ2世は、王国領に襲撃をかけていたビトージーラーオ、 ホールカルを捕らえることに成功し、21日にゾウに踏みつぶさせて殺したが、これを機に、ホールカル家との関係が、さらに悪化した。そして、1802年10月25日、ホールカル家のヤシュワントラーをホールカルは、プネーで最小と、シンリア家の連合軍を破り、プネーを占領した。バージーラーを二世は、ボンベイを拠点するイギリスの元へと逃げ、 同年12月31日に、軍事保護条約、バセーン条約を締結した。マラーター王国の領土しかし、バージーラーを二世が締結した、バセーン条約は、マラーター王国の領土活動も訳しており、マラーター諸侯はこれに反感を持った。その上、シンディア家は、マラーター同盟内の問題に、イギリスが介入してきたことに脅威を覚え、最小府から離れた。 1803年8月、マラーター諸公のシンディアや、ボーンスレー家、ホールカルケとイギリスとの間に先端が開かれ、第二次マラーター戦争が勃発した。だが、同年12月に、ボーンスレー家とシンディア家が領土を割上する形で講和し、ホールカルケも戦い続けたものの、1805年12月に講和した。イギリスは、この戦争で諸公から、 広大な領土の割譲を受け、その領土は、征服領土と呼ばれた。1814年、マラーター王国は、バドーダラーのガーイクワード家とアフマダーバード領有を、巡り紛争を起こし、その朝廷はイギリスによって行われたが、1815年に、最小バジーラーを二世の家臣が、ガーイクワード家の死者を殺害してしまった。 しかし、1816年9月にこの家臣は、脱獄し、バージー・ラーを2世は彼に資金を援助し、シンディア家のダウラとラーをシンディアとホールカル家のマルハール、ラーをホールカル2世に対して、拒兵して、イギリスに共同で立ち向かうこと提案した。この動きは、間もなく、イギリスに察知され、1817年6月13日に、バージー・ラーを2世に対して、 新たな条約プネー条約を押し付けた。これはイギリスが当時押し進めていたインド諸公の半王国化そのものであり、形式上においても、実質的においてもマラーター同盟の解体を認めさせるものだった。こうして、バージー・ラーオ2世は、イギリスとの戦争を決意し、同年11月5日に、プネー近郊カドキーのイギリス駐在官邸を、将軍バープーゴーカレーに襲わせた。 ここに、第3次マラータース戦争が始まった。この戦争には、シンディアや、ホールカルケ、ボーンスレーケなども参加したが、イギリスによって、短期間のうちに制圧され、それぞれ、翌1818 18年初頭までに講和条約を結んで降伏した。同年1月、バージー・ラーオ2世は、高齢ガオンでイギリスに敗北した後、その勢力が減退し、2月には、 バープ豪華霊が戦死した。それでも、彼は振りながらも、イギリスと戦い続けた。しかし、同年6月3日に、バージー・ラーオ2世もイギリスに降伏し、第三次マラーター戦争は終結した。これにより、マラーター同盟は崩壊し、最小の政権も同時に崩壊した。シャハージー・イギリスは戦後処理として、バージー・ラーオ2世の領土を没収し、 カーンプルへ追放した。その後、マラーター王、プラタープ・シングと、軍人保護条約を締結し、残りの領土を保有する権利を認め、マラーター王国を反王国化した。1839年9月5日、プラタープ・シングは、ポルトガルと陰謀を企てたとして、イギリスによって廃位され、年金受給者として、バーラーナシーへと追放された。 1848年4月5日、藩王、シャハージーが死亡した。だが、シャハージーはその死に際し、軽死がおらず、末期王子による相続が認められるかが問題となった。結局、インド総督ジェームズ・ラムゼは、失権の原理に基づく形で相続を認めず、1849年5月1日に、サーター・ラーハン王国は廃絶された。ありがとうございます。